多語比、多語比は、群馬県高崎市吉井町池屋座門にある古比であり、国の特別史跡に指定されている。山の上比、金井沢比と共に、上の三比と総称される。また、書道士の上から、日本三古比の一つとされる。県比は、その内容から8世紀後半とされる。石部耳、火災士、大石からなり、材質は、 花崗岩質砂岩で、牛伏砂岩と呼ばれ、近隣で産出される。地元では、田子石、天引石などとも呼ばれている。石踏みみは高さ1 2 5トル幅6 0トルの四角柱で全面に6行80文字の、会所が、丸底彫りで刻まれている。火災石は高さ2 5トル、軒幅8 8トルの方形造りである。 大石に乗せられた石文耳は、下部が四角水状になっており、国の字が刻まれていると言われるが、現在はコンクリートにより固定されているため、確認できない。多語比拓本、多語比の比文は、以下の通り。弁官府上の国方の軍力や軍官僚軍並び、三軍内三百個軍請求羊制、多語軍は同四年三月九日、公院千左中弁制合意した。 タジヒマサト大上官二品穂住新能左、ふと新生二位石上村、ゆ太た新生二位、藤原武弁官府。上野国の片岡軍、緑野軍、官僚軍並びせて三軍のうち、三百校軍となし、羊にたまいて、他五軍となせ。和道四年三月九日、行員に乗る。左中弁、正五位下、タジヒマサト。大上官、二品穂住新能。 サフト氏信、聖二位、石上岳、雄太信、聖二位、藤原岳。朝廷の弁官局から命令があった。上野国片岡軍、緑谷軍、官僚軍の三軍の中から三百個を分けて新たに、軍を作り、羊に支配を任せる。軍の名は、田護軍としなさい。和道四年三月九日、後院に命令が伝えられた。 左中弁政合意した、田地比沙悟。大上官の二品保み新王、佐藤氏新政に、石上武、雄太新政に、藤原岳。この秘文は、和道4年3月9日に、田護軍が設置された、際の諸国を管轄した事務局である、弁官局からの命令を記述した内容となっている。田護軍設置の記念碑とされるが、その一部解釈については、 未だに意見が分かれている。福道田語妃は、現在、五門という地名に所在するが、この地名は兼霊を意味することから群がが置かれた場所と推定される。実際、平成28年に田語妃周辺において、群が主要施設の焦燥の遺構が発見されている。8世紀後半に検秘されたと考えられる田語妃だが、9世紀後半頃からの群がの衰退。 その後の律令制の崩壊とともに、多合比も時代の闇の彼方に消え去った。再び所在が明らかになるのは、およそ700年後の英承6年に、レンガ史の総長によって執筆された、あずまじ島まで下る。この約700年間、多合比がどのような状態で存在したのかを知り得る資料は存在しない。しかしながら、碑文の保存状態が良好なことから、 日文川を下にして倒れていた、途中に渦漏れていた、副道の中で大切に保護されていた、などある程度良好な環境に存在したと推定される。その後、約200年の間を空けた後、伊藤東外により執筆された、交換雑誌録、検証録の2章を皮切りに、数多くの文化人を通し、多合碑は全国に知れ渡っていく。近代になると、明治9年に、 熊谷県改変に伴って、群馬県は新設された。かじとりそびこが初代県令として就任し、その足で、タゴヒを訪れ保護の重要さを訴え、結果タゴヒ周辺の土地が政府買い上げとなった。その後の関東大震災、戦時中の空襲などの被害を受けることもなかったが、第二次世界大戦後の昭和20年、文部省通達により、 他コ費は付近の桑畑に一時埋められることになった。これは新中軍による接収を免れるための陰徳であったとされる。近年には福田武雄、福田康夫元総理、日本人初のノーベル賞受賞者の湯川秀樹など、他方面にわたる著名人の訪問を受け、昭和50年には当時学習院高等科に在籍していた成人新郎も訪問している。 昭和29年、国の特別史跡に指定され、平成8年には、私立の記念館が併設された。現在、タゴヒはガラス張りの福道の中に保存されているが、福道のガラス越しからでも、肉眼ではっきりと気分が読め、非常に良い状態で保存されている。また、毎年3月9日近辺の休日に、タゴヒ祭りが開催され、この日は、 副道の扉が開かれ一般公開される。また、田子引き年間に事前に回避申し込みし、許可されれば扉を開けてくれる。書道士の面から見ると、江戸時代に国学者、高橋道祭によってその価値を全国に紹介され、その後多くの文人、勃覚が田子日を訪れている。筆の運びは大らかで力強く、自体は丸みを帯びた、会所体である。 北儀の有根な陸長会所に極めて近く、北儀時代に作成された石文の総称である北儀、特にその名手であった、帝道明の書風に通ずると言われる。新代の中国の書家にも価値が認められ、会所の時点である、開放削減に、多子碑から39字が手本として採用された。多子儀記念館吉井石文の里公園高崎市、吉井町。 神保の人し掃除境内にも六角形のお家に多合比が安置されている。これは時代が下ってからも刻されたものと推測される。ありがとうございます。